平成22年11月22日月曜日、総理大臣官邸で開催された政府主催の全国都道府県知事会議に出席しました。午後には参議院予算委員会に出席し、外交防衛財政等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第5回となる国と地方の協議に出席しました。続いて予算編成に関する閣僚委員会を開催し、元気な日本復活特別枠に関する評価会議からの中間報告があり、意見交換を行いました。やはり思い切って削るべきところは削るし、そして増やすところは増やす、そういうメリハリのついた予算にぜひしていきたい。24日水曜日、総理大臣官邸で初会合となる北朝鮮による砲撃事件対策本部を開催しました。今回の北朝鮮の韓国に対する砲撃事件は、一般市民が生活をされている地域に対する攻撃でもあり、これは許しがたい蛮行だと言わざるを得ません。私たちはこうした行為に対して、北朝鮮に対して強く非難をしてきておりますが、その姿勢は変わりません。と同時に、犠牲者を出された韓国および韓国国民の皆さんに対して心から弔意を表したいと思います。いずれにしても国民の皆さんに対して、安心できる状況を作るため、今すぐ我が国に対しての国民生活に影響が出る状況にはないと思いますけれども、そういうことに、ならないためにも、それぞれの立場で全力を挙げていただくよう重ねてお願いして、皆さんへの支持とさせていただきます。夕方には総理大臣官邸でパレスチナ自治政府のファイアード首相と会談を行いました。25日木曜日、衆議院予算委員会に出席し、朝鮮半島情勢等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。午後には参議院予算委員会に出席し、北朝鮮問題等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第5回となる新成長戦略実現会議を開催し、日本国内投資促進プログラム骨子案およびパッケージ型インフラ海外展開について話し合われました。26日金曜日、昨日に引き続き参議院予算委員会に出席し、懸案事項について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。午後からは平成22年度補正予算の締めくくり質疑等が行われた後、採決が行われました。その後、参議院本会議に出席し、北朝鮮の韓国テヨンピョンド砲撃に関する決議案が全会一致で可決されました。続いて平成22年度補正予算案の採決が行われました。今回の北朝鮮による砲撃は許しがたい暴挙であり、我が国は北朝鮮の行為を強く非難する旨表明いたしました。また私は一昨日、イ・ミョンバク大統領と電話会談を行い、韓国政府の立場のへの強い支持を伝えました。政府といたしましては、ただいまのご決議の趣旨を十分に対しまして、引き続き情報収集に努めるとともに、国連安保理での対応を含め、韓国および米国をはじめとする関係国と連携しながら、しっかり対応していくとともに、
拉致被害者の全員の解放のため全力を挙げてこの趣旨に沿って行動することをお誓いを申し上げます。続いて衆議院本会議に出席し、北朝鮮の韓国テヨンピョンド砲撃に関する決議案及び2022年ワールドカップ大会招致に関する決議案が全会一致で可決されました。総理大臣官邸に戻り、第14回となる行政刷新会議を開催し、事業仕分け第3弾後半の評価結果等について話し合われました。夜には衆議院本会議に出席しました。平成22年度補正予算案については衆参両院で異なる議決となりました。このため両院協議会が開かれ、両院の意見の一致が見られなかったため、衆議院の議決が国会の議決となる旨が衆議院議長から宣告され、平成22年度補正予算が成立しました。ただいま両院協議会協議員議長から報告されました通り、平成22年度一般会計補正予算第1号ほか2案につきましては両院の意見が一致いたしませんので、憲法第60条第2項により本院の議決が国会の議決となりました。